ネコポありがとう、一番ありがとうです。テストさん、大工さん、のぶしゃん、コシさん、メンピンソクさん、あさみさん、大将さん、三浦さん、大友さん、まめまめ仙人さん、かんちゃん、なのはさん、みけねこさん、やっぴさん、つっくん、テストさん、ただいま、なのはちゃん、ひでますさん、さくらタイガーさん、コロボありがとう、たこペクポワさんもいらっしゃい、ありがとうありがとう、ありがとう、アマトーさんありがとう、ローマ字マサさんいらっしゃい、底辺さんありがとう。夜ご飯ね、まだだね。でもね、ちょいちょい食べてたから全然大丈夫、買って帰ったよ。でもピロコロただいま、ターくんいらっしゃい、あさみさん金魚ありがとう、トキピタさんありがとう、おさぴーさんお疲れ、ネコプかわいいありがとう、まめちゃんありがとう。ちょっとさ、昨日事件が起きまして、ちょっとここだけの話にしてくれる？今から言うこと、みんなもう最大のここだけの話にしてくれる？昨日ね、ラジオでさ、スーピーズの活動をスタートの告知してたでしょ、何日だよんって、昨日のラジオで言ってたでしょ。あれちょっとラジオの方が一週分流すの間違えちゃったって本当は来週流れるやつが昨日流れちゃったってどうしようって、もう昨日本当に私焦って、もうこの世の終わりかと思って、その次の日に確認したんですけど、まあ次の日言うたら今日よ、も今日確認したんですけど、そしたら本当は来週流すやつが昨日流れちゃった、お願いします本当にみんな、いやでもね、もうちょっとなのでバレちゃってもいいんだけどね。でもちゃんと X で近々、本当に近々告知するので、それまでは内緒でお願いしますね。私もさ、聞いててもうハゲそうだった、ラジオ聞いててハゲそうだったんだけどこんなに焦ったの初めてなんだけど、まあそうなので、だからね、来週だから逆にね、来週流す分がなくなっちゃったの、なくなっちゃったので、来週多分生出演というか、すごい新しい形で来週だけラジオすると思うので、よろしくお願いします。はい、ということで昨日はハゲそうでしたが、みんな知ってくれてる方はね、その日にデビューする予定なので、よろしくお願いします。やったぞ。はい、ピルクルただいま、ありがとう。のびしゃんただいまです。犬猫さんありがとう。じいさんいらっしゃい。レールガンさん、レインボースターありがとう。ハムちゃんいらっしゃい。バックハウスさんありがとう。大文字のカズさん、サトちゃんいらっしゃい。しゅんいちさん、パチパチありがとう。大将さんフル。自分の音痴はアウトプットが何？あ、ボイトレ言ってるの？えらいね。三日月、君がいない夜だって、その枕。はい、テストさんお疲れありがとう。フーガネットさん、ミッコンさん、ブルームーンさん、ギユさんいらっしゃい。ノブさん
尊いありがとう。スイカさん金魚ありがとうです。ヨシーパパさん、神尾カンデさん、カツノリさんいらっしゃい。クラッシャーさんありがとう。新一さん金魚ありがとう。鈴風さん、ヤスプッチンさん、おひつりさんありがとう。おさぴさんかわいいありがとう。大谷翔平さん、暑かったね今日も。いや私さ、今日さあ家出ようかっていう時にさ、もう信じられないくらいの雨降り出して、もうなんか家出るなって言われてるくらい雨降り出したんだけど、最近ゲリラ豪雨が多すぎてめっちゃ困ってます。髪も終わるし。テストさんかわいいありがとう。ひろしさん、とことこさんいらっしゃい。ヤマピー確かにもう最近の配信が遅すぎてね。そうね、11時今日はなんとかできたわ。お猿さんいらっしゃい。ゴールドシップさん、パチパチありがとう。あ、よかったねロッピーさん。はるくん元気になっているかい。尿漏れはるくん、そうなのか。パタコさん、おがこさんありがとう。ありがとう、なのはちゃん、いい感じ。いい感じか、ちょっと取れてきたが、こっちちょっと巻きたいな、もう一回な。もう雨でね、もう外出た瞬間ね、この家で作ってた分はもうなくなっちゃったの、湿気とか雨で。なんとかこうケープとかいろいろして固めてました。虹色さん、イーデックさんありがとう。のぶしゃんかわいいありがとう。底辺さん、星花火。朝からそうそう、ずっとお仕事だったの。同じお仕事じゃなくて、まあいろいろ何個かあってね。そうなんですよ。秀正さん、金魚ありがとう。小石さん、星花火ありがとう。とろけるさん、タータンさん、シネタンさんありがとう。のぶしゃん、フルありがとう。ドキピタさん、タコ花火ありがとう。まめまみさん、パチパチありがとう。ゆきさん、結婚してありがとう。おがこさん、星花火ありがとう。にじろさん、お疲れ。あ、りゅうありがとう。あ、そうそう、リボンもね、今日つけてたのよ。リボンポニテみたいな感じです。かわいいよね、このリボン。マーク2さんありがとう。おさぴーさん、おがくさん。金魚。あれ ?3 番だった、大工さん。スウェスさん、連日配信遅め、大丈夫ですか?そうね、そうそう。その夏が来る準備が本当に、まあいろいろ会議を重ねたりとかして遅くなっちゃうのもあるし、いろんなね、あの方とこう始めます言うてご挨拶させてもらったりしてて、最近詰め詰めですね。でもね、たくさんの方に知っていただけたらいいなと思いますので頑張ります。みんなも広めてくれたら嬉しいです。デビューした時に。ゆうじさんいらっしゃい。タータンさん、星花火ありがとう。おがこさん、むねたかさん、花火爆弾ありがとう。 HK さんありがとう。金魚ロボリンさんいらっしゃい。おがこさん、たこ花火、たこ花火。僕は純粋さんありがとう。ローマジヨシさん、お疲れありがとう。ヨシさん、今日はどんな日でしたかって。忙しいけどたくさん充実しておりました。みんなもお疲れ様。コンドルさん、ノモさんいらっしゃい。ジーさん、パチパチと。おさぴーさん、タコ花火。ブルームーンさん、かわいい。かわいい。スイカさん、フル、ありがとう。
リーチ一発ツモはやっぱり気持ちいい。最高でしょ、リーチ一発ツモ。本当になんか今日の運勢占ってる感というか、あ、今日いい日だなって一番そこで思えるよね一発で積もった時。おがこさん、レインボースターありがとう、いっぱい。神岡根さん、星花火。山 P、 花火爆弾ありがとう。グッチいらっしゃい。おわー、レールガンさん今日もありがとう。配信見るためだけにショールームアプリ取りました言ってくれてるんだけど、ありがとう。めっちゃ使いこなせてるよ、嬉しい。ヨッピーさんかわいい。じいさん星花火。ワンダーさん鍵やー、ありがとう鍵や。じいさん星花火。アンアツさん大ガッチ。カズチンさんありがとう。ヨッピーさんフルありがとう。サルくんさん、キンニャンさんいらっしゃい。ハマコさん、経営社員さんありがとう。ありがとう。あ、そうなの。あ、やっとここまで来たか。セントちゃんいらっしゃい。クラッシャーさん、ありがとう金魚。なんとなくそれっぽかったでしょ。だからさ、あのラジオでさ、来週曲流せますみたいな言ってたんだけど、なんか来週一周ずれてるから、次の週になるかな、曲の話できるって言ってたの。サロくんお疲れありがとう。解決たまごんさんありがとうそう、 TKD さんが慌てて連絡してくれました。クラッシャーさん、パチパチありがとう。トコトコさん、星花火ありがとう。ノイチさん、カイザさんありがとう。ノブさん、金魚ありがとう。来週もう一回同じ内容で放送してくださいあ、そうか、ネコプがくれたやつか、お便り。あれ面白いお便りだったね。コシさんありがとう、金魚と。ユッキーさん、フルありがとう。ゆきさん、はたたのクリタルと愛媛県の定番のお土産って、はい、カラコンしてるよ今日は。お仕事だったので、私はね、だいたい染めた色に合わせて目の色変えるんですけど、足のこだわりね。ちょっとピンクね、ピンクのやつですね。いや、ピンク目です。ようちゃんありがとう。ひろちさん、海ほたるさん、さいさんありがとう。こんなに大ピラに流れたけど内緒にしててねおさるさん、100キラありがとう。やっと配信来れました。最近ね、めちゃくちゃゲリラとか遅かったもんな。ありがとうありがとう。底辺さん、フルありがとう。え、なんて書いてそれいやー、めちゃくちゃ焦ったね。デミキンさんいらっしゃい少しハゲたような気がする。なんだと、猫っぽかい。あっちゃんさん、つよぽんぬさんありがとう。トゲいらっしゃい。毎晩遅くまで、そやで、もう決めることいっぱいあるんよ本当に。なんかね、本当にもう始めてみればめちゃくちゃ決めないかんこととか、あのやらなきゃいけないことが本当にたくさんで、いやでもとてもワクワクというか楽しみです。本当に出る、なんかいろいろ告知されてくのとか。ドナルドさん、ラボレターありがとう。ローマジマサさん、パチパチありがとう。ねえテストさん、なのでちょっと次週のラジオはなんかちょっといつもと違う感じになりそう交互期待。クニーさんいらっしゃい。
ローマ字のスウェスさん、花火爆弾、ホズミーさん、ありがとう、オガチ、星花火、ありがとう、ローマ字よしさん、かわいい、ありがとう。あ、本当横顔良きですか、ありがとう。オレピー、オガチ、金魚ありがとう、金魚とスエさん、フルーありがとう。何、夏休みの宿題早めに終わらせましたか、末日な仕上げ中。お、本当ですか。でも、え、でも偉いね。何日からだ学校。私ね、めちゃくちゃ面倒いやつはすごいギリギリまでやってなかった気がする。なんかすぐできるやつとかすぐ解けるやつ書けるやつはなんとなくさ早く終わってた気がするけど、読書感想文とかなんか自由研究とかめちゃくちゃギリギリやった気がします。うん、そう、自由研究って本当何すればいいのか、こう才能がなくてさ、本当に自由研究でさめちゃくちゃすごいの作ってくる子とかいたやん、なんか賞もらってたりとか。どこからそんなアイディア浮かぶっていうさ、すごいなんか自由研究持ってきてた子とかいたけど、もう私何も思い浮かばなくて、なんか記憶にあるのだと海水から塩を作るっていうのをやってさ、フライパンで、使わないフライパンでなんか海水を入れてなんかね、火かけて塩にするっていうやつなんだけど、もう3ページぐらいで終わるの。ほんと自由研究3ページぐらいで終わっちゃうから、うわ待って、これをどれだけ壮大に書くかが勝負だと思ってさ、もうめちゃくちゃなんか細かく書いて、どこどこ海岸にの砂浜に行きみたいな、潮が引いてる時に海水をちょこっと取りますみたいな、それだけで 3,4 ページ使ってみたいなしてました。ちょっとお題がいかんかったんかな、あれ。ひろくんいらっしゃい、ローマ人マサさん、金魚ありがとう、ワンダーさん、星花火ありがとう、ローマ人マサさんありがとう、金魚、ヤフカラホーさんいらっしゃい、ひろちさん、星花火ありがとう、イズキュン、サイリオモンありがとう、 QOO さんいらっしゃい、ヤフカラホーさん、金魚ありがとう、キュインさん、キンキンさんありがとう、マミちゃんフルありがとう、ハゲないようにマッサージしてくれる頭皮の、頼みます。テストさん、オクマペガサスありがとう、ノブーさん、カサブンカさんいらっしゃい、お、大将さんいってらっしゃい、ありがとう、海ほたるさんお疲れありがとう、麻雀配信はどうやって見るのって、お、過去に出演させていただいたのだと、オトラジャン、ピザラジャンって、配信でね、 YouTube でオトラジャンかピザラジャン、これどっちも出演させてもらってて、それが麻雀番組で見れるやつかな。あとは Amazon プライムとかでリレーマージャンっていうのに出演させてもらってて、そこにも出てるかな。ちょこちょこ今見れるのだとそんな感じかもです。お、ピルクル、すまぬ、ありがとう。また投稿してくれる？シバさんいらっしゃい、ゴールドシップさん、金魚ありがとう、メイピーズさんに竜、星花火ありがとう、ピンさんありがとう、ドナルドさんフルーありがとう。うん、ちょっと待ってて、でもほんともうちょっとで告知するから。ヤマピー本当にハゲてるじゃん、今の聞いてハゲたわって。
アバターハゲちゃった。ヤワサハさん、ターさんいらっしゃい。また台風来るの？ブレイブさん、火曜日から水曜日にかけてだって。あ、でもなんか例年よりかはちょっと少ないのかな、台風どうなのか。時期があれなのかな、もうちょっと遅くになってたかな。なんか少ない気するけど、嫌だけど来なくていいんだけど。台風リュウ、金魚ありがとう。シムさん、パンジャハオ。ムラピーさんいらっしゃい。オガッチフル、ありがとう。リンシャン解放で行っていたその日は予定を空けておいた方がいいんですか？いや、その日はね、そうです、予定を空けといてほしいんですけど、会うとかではなさそうなので、ライブとかイベントとかではね。そうなのよ。サクサクさん、お疲れ様、ありがとう。そうでしょう、アントワヌさん告知前に出てたのよ。本当はね、28日放送のやつでした。熊野よしひろさん、おひさん、ひめみきゃんさんいらっしゃい。むらっぴーさん、金魚ありがとう。ギギさんいらっしゃい。シムさん、星花火ありがとう。なのはさん、キラ100個ありがとう。 PL さん、ブレイドさんありがとう。ローマ字よしさん、金魚ありがとう。関東は本当にゲリラ多いね。関西は、あー、酷暑が多くてヘロヘロです。だって雨あんま降ってない今年。いや、こっちやばいよ本当に。今年もびっくりするくらい雨降ってるわ。あとなんか湿気がおかしい、なんかおかしいぐらい湿気てるんだけど、街中が。窓とか見てもさ、めっちゃ曇ってて、結露というか、結露じゃないか、曇ってる湿気で。レッツさんありがとう。やっくん、フルありがとう。キラリンコ、ピルクル、星花火ありがとう。まーちゃんありがとう。ユーサさん、バンパイアお兄さんありがとう。隊長、金魚ありがとう。テストさん、フルありがとう。こちらこそ、夏に向けた正式な告知、はい、ちょっと待っててください、ありがとう。シムさんありがとう。おたこ、リャンダポさんありがとう。おしげさん、パチパチ。高星ハートさんありがとう。のぶさん、花火爆弾。ようちゃん、尊いに結婚してありがとう。ただしさんいらっしゃい。アンチヒロさん、ひらまつわんさんありがとう。ハルポンのミキサーじゃないやつ見たよ、めっちゃ可愛くないか。そう、昨日さ、ハルポお誕生日だったからさ、お誕生日 TikTok あげるんだって言ってたよ。そう、見た、みんな。今回はね、あのいつものあれじゃないのよ。DJ ハルポンじゃなくて違うやつになってて、めっちゃ可愛い。ぜひ見てください皆さん。アマトーさん、アイスありがとう。アイス、キョンシュさんいらっしゃい。フジモンさん、星花火ありがとう。ひらがな斉藤さん、ブーちゃんいらっしゃい。まーちゃん、パチパチありがとう。スウィッチさんいらっしゃい。昨日はスーピーズ活動のための大事な、そうです、大事なミーティングでした、昨日は。そうなのよ。まーちゃん、フルーありがとうございます。やーれー山で子が泣く山、はい、ありがとう。
川崎さん、パチパチありがとう。13分、ネタフリックスさん、星花火ありがとう。ローマ字ユタさん、ありがとう。エルモンさん、いらっしゃい。 N164 さん、ありがとう。今日もセルさん、いらっしゃい。スナフキンさん、ありがとう。ヨウちゃん、フル、ありがとうです。画伯が作ったアボカドのパン、美味しそうでしょう。画伯のギャラリーカフェ。でもね、画伯の作るご飯ってね、全部なんかこう新しいんだよね。あんまり見たことないおしゃれなご飯が多くて、でなんか自分もそのレシピとか見てんじゃなくて、想像でこれ合うんじゃないかって思って作ってんだって。いつもすごくない？さすが画伯じゃない？画伯感が美味しいんですよ、めっちゃ。マークンギターさん、 MK シンジさん、フラインさん、ありがとう。ユージさん、星花火、ありがとう。今日の髪型好き。あ、本当、ありがとう、ガッチ。ポニテです。リチャードさん、いらっしゃい。ノブさん、ありがとう、星花火。うわ、いいな、サトシさん。でも担々麺、冷やし中華、麺尽くしやね、今日。天柱くん、いらっしゃい。ローマジマサさん、ありがとう、星花火。ワンガンさん、いらっしゃい。今夜大逆転さんまたくでたくさん持ってかれました。あー、大逆転さんま入ってたの今日。いや、あれさ、めちゃくちゃ飛ぶの早くない？こう誰かが飛んでも終わりじゃん。めちゃくちゃあれだよね、周りが早いというかね、すごいよね。持ってかれた。ネコポお疲れ、ありがとう。おさぴーさん、ありがとう。花火爆弾、天中くん、パチパチありがとう。ひらがなのカズさん、ありがとう。なおさん、あったよ、頭。あのね、一週分放送がずれてたんだって。だから昨日放送したやつ、本当は来週流れるはずだったらしいよ。やばすぎ。フライングだよ。コシさん、お風呂、ありがとう。本来放送される分はお蔵入りになっちゃったんだね。あ、うん、あのね、多分21日に、あ、昨日放送する分を撮ってなかったんだと思う。多分だから多分足りない状態かな、1週分。そうやん、だから昨日の分がなかったよね、そもそも。だから来週ちょっと生出演になるかも。天直フル、ありがとう。楽しい曲、楽しい曲ね。まあこういう時こそね、楽しい曲。リンダリンダー、リンダリンダリンダー、リンダリンダー、リンダリンダリンダー。はい、いなっちさん、さんがくーさん、ありがとう。仕事場の50度の温度計が50度でした。やばくない？サウナじゃん。倒れぬように。カリタン、結婚して、ありがとう。孫悟空さん、ありがとう。星花火、ありがとう。秀幸さん、いらっしゃい。塩作りいいかな。2学期になっても家に忘れてきましたって言ってた人、え、意外だね。ヤマピめっちゃ早く終わってそうだ。そうなのか。いたよ、いたよ、そのタイプの人多かったよ。しかも学校家忘れてきました。
安則さん、カポさん、カノンさん、ありがとう。百キラダルマ、海水入手も含めて楽しそう。本当にテストさん、あ、でもすごいきちんとした塩がね作れたんですよ確か。服部ちゃん、いらっしゃい。いやー、なのはちゃん、読書感想文ほどさ難しいというか、私一番嫌だったかも、読書感想文が。まずその小説を読む習慣があんまりなくて、でそうなので、感想を書くのもちょっと苦手なんよね、文章にして感想を書くの。もうダブルパンチだよね。服部ちゃん、100キラありがとう。読書感想文のあらすじ書いて、あー、わかる、文字数稼ぐのよくやりましたって、わかる。あらすじってめちゃくちゃいいヒントだよね。リュウフル、ありがとう。この夏は自由研究でハイパイやツモが悪い時の逃げ方を研究してます。え、リュウ自由研究してるの？さすがじゃん。ハイパイやツモが悪い時、九州九杯ぐらいになってる時ってことかな。でも大体さ、そういう時ってさ八尾中杯が多いからさ、そっちに合わせていくよね大体。もう真ん中から切る人も多そう。ブラッチ、鍵や鍵や。虹色さん、ありがとう。ラブレター、椿さん、いらっしゃい。ローマ字よしさん、花ピパクダンだ。そうなの、よしさん、どちらにしてもね、もうちょっとなのでね。およよさん、ポップマスターさん、キラブンタさん、いらっしゃい。ペクボワさん、金魚ありがとう。ワンガンさん、太鼓の奥間ありがとうです。今日もサイさん、いらっしゃい。22分、オッケーオッケー。ストリートくん、いらっしゃい。大三元を出して、おお、すごい。連日3連勝した後に4連敗したので、それはちょいマイナス。帰りますって。ありがとうね。今日も、明日はね多分入れると思います。明日ね、 SP か、あのファイトガール、どっちか入りたいなと思ってて、ファイトクラブもやりたいんだけど、ちょっとどっちかやると思います。 SP かファイトガールね。マクバさん、いらっしゃい。かなめ庄司さん、スイズのりあきさん、ひらさん、いらっしゃい。よしさん、おやすみ。よっちさん、いらっしゃい。新一、パチパチ、ありがとう。あ、明日とうとう決勝戦なのか。高校野球決勝戦だって。地元の関東第一校が初優勝を狙い、え、関東第一って初優勝なんですか。え、すごい。優勝したらもう一つはどこなんだろう。すごいね。ホワイトさん、ミーさん、ありがとう。ねえ、さとしさん、愛媛にも行きたいです。いや、まずね、東京でもねイベントやライブできたらいいんだけど。スーピーズ、キラブンタさん、おやすみ。コージさん、ありがとう。キョウイさん、いらっしゃい。バンクボアさん、100キラ121、ありがとう。ひろちさん、ありがとう。ひろくん、おう、100キラありがとう。今日も着替えちゃったんだけど、今日また国士無双ティーです。やばい、これめちゃくちゃ着てるこれ。そうなの、今日はこれ。さっきまでね、あれ着てました。こないだみんな可愛いって言ってくれた、ここのリボン、肩リボンついてるワンピース、ギンガムチャックの。さっきまで着てたんだけど、ちょっと着替えたくて、着替えちゃった。外に出たらすぐにメガネ曇って毎日イラってしてる。確かに
え、そうだよね。スーパーとかさ、大きいガラスがめちゃくちゃ曇ってるってことはさ、もうメガネこう出た瞬間にもう曇って、大変じゃんそれ。どうするの？曇ったら拭いても拭いても曇っちゃうよね。だってジャッコさんいらっしゃい、ゴエモンさんタコ花火ありがとう、ひでゆきさんバラありがとう。お、あら大丈夫かい。ポップマスターさん MRI 検査してきたの、よかったな、異常なくて。健康診断のあれかな。ひでゆきさんパチパチありがとう。そうだよ、サルさんぜひぜひ、ハルポン始めました TikTok。 スイカさんフル、あ、ごめん、ナノハちゃんか、ナノハちゃんフル。派遣さんが、え、残業しないのでくだらしいですお疲れ様です、本日もお疲れ様。おさっぴーさんラブレターありがとう。ひでゆきさん星花火ありがとう。息してるだけで可愛いっしょ、ハルポン。おがちハルポン可愛いでしょ。ハルポンなんと多分だけど、旅館からの旅館 TikTok だよ。めっちゃ浴衣似合うんだけど、ほんとみーさんありがとう。花火リルルさん、ケンジさんいらっしゃい、オサピーさんうまありがとう、アニラジさんいらっしゃい、ローマ字のマコさん、おやじコーチさんありがとう、マコさんパチパチありがとう、ムナガネさんいらっしゃい、ハラメタロン星花火、ワンダーさん、オクマペガサスありがとう、オクマペガサス。いまだに新作が提供される、そうだよ。もう全然なんか毎回さ、すごい新しいんだよ、いつも。なんかこの間さ、あ、なんかチャーハンも新しいチャーハンが出てきて、ミンチ卵チャーハンみたいな、めっちゃ美味しかったんだよね。ちょっとごま油香る感じのミンチがいっぱい入ってんだけど、すごい美味しかった。わお、ムニエル美味しそう、ポップマスターさん。ムロキックさんいらっしゃい、ヒロリンさんありがとう。グルメの漫画の主人公ですか、お上がりよみたいな、そうだよ。創作家庭料理そうだよ、創作してるのよ。ムロキックさん、あゆたかありがとう。リンシャン解放に送るメールアドレス表示がまだ古いままになってる。あれ本当？あ、どこにあるそれ。そうね、あの今までさ、リンシャン解放に送ってもらうメールアドレスがhina@rnb.co.jp だったんだけど、あのね、ひながね、いたらしいの、他に同じアドレスの方がいちゃったみたいで、がちょっと変わりまして、hina4@rnb になったようなので、ちょっとそちらでよろしくお願いします。それラジオでも言ってるんですけど、ちょっと送ってくださる方はご注意くだされ。ケンジッチさんいらっしゃい、ハーブ侍さんお疲れ様。おお、ありがとう、今日も回復ポーションありがとうです。いや最高でしょ、ロッピーさん。酢うどんほど美味しいものないよ。大好き、私も酢うどん食べるの。虹色さんありがとう、花火おたこ。ギムレットさんいらっしゃい、
秀幸さん、レインボースターありがとう。ハラミ太郎、金魚ありがとう。J さんのラジオに飛び入りしてそのままリンシャン解放やってねえ、 J さんのラジオまた出演させてもらいたいな。わ、聞いたことあるよ、ポップマスターさん、乃木坂さんのチートデイってやつ、素敵な曲だよな。雪玉さんいらっしゃい。夏休みの宿題は31日になってからが勝負でもわかる、めっちゃ本当にね、あのやってないやつは本当にやらないからな、ギリギリまで。31日になってさ、やっとこう頭抱えながらやってるかも、私も。まず多すぎるよ、量が。一冊とかじゃん、ドリルとかもさ、何ページから何ページとかじゃない、一冊。君秀さんいらっしゃい。100キラありがとう。読書感想文はあらすじの後面白かったですという禁じ手しか書けなかったでもさ、それあらすじっていうのはさ、バレてないからめっちゃいい感じじゃない？君秀さん100キラありがとう。ひろくんおやすみ。ムロキックさん100キラありがとう。今だったら絶対 AI で、あ、そうよ、最近すごいよね、 AI のさ、あの文とか作ってくれるやんね、今。なんか謝罪文とかさ、なんかそういうさ、そういうのも作ってくれるらしいよ。その先方へのなんかこう申し訳ありませんでしたっていうのも、なんかこういう特徴で、なんかなるべく誠意のある謝った感が伝わるとかでこう入れてたやつが全部 AI で構成されて謝罪文出来上がるらしいよっていうのをね、聞いたことがあるすごいよね、ほんと最近。喧嘩になってさ、送られてくる文がもしかしたら AI が作ってるやつかもしれないんだよ。ピョコニンさん、アプタヨさんありがとう。あ、ピョコニンさん、花火爆弾ありがとう。黄色い魚さんいらっしゃい。確かにね、読書感想文って長いからさ、それをチェックする先生も大変だよね。もう集めてからが夏休みじゃん、先生たちの。宿題だらけになっちゃうね。みっつーさん、むらちんいらっしゃい。ストリートくん、花火爆弾ありがとう。ねえ、むろきっこさん、あ、北海道か。そりゃ涼しくなってるよね、きっと。何度ぐらいなんだろう。お、ハブ侍さん、長崎にいるの？出張お疲れ様です。そうなのか。マサさんありがとう、お疲れ様。いいね、カルピスソーダ。ハブ侍さん、お、ステッキ、シャラララロン、シャラララロン、ありがとう。ムラチン、花火、おたこありがとう。あ、バンクーバーさん、そう、全身あげたいんだけど、とりあえず写真撮ってみたから明日にでもあげてみようかな、今日着てたやつ。マサさんお疲れ。ノーさんいらっしゃい。ローマ字マサさん、金魚ありがとう。ワンガンさん、フルありがとう。明日は、ああ、もうファイナルか。シンデレラホワイトファイナルだって。そうなのか。また挑戦したいな。はやてさんいらっしゃい。おひなはメガネをかけて街中歩くとき、いや、ほとんどないかな。
やっぱりさ、コンタクト生活に慣れてくるとコンタクトの方が楽だなって思うことがさ、まあ、個人的に多くて、写真撮ることも多いしね。だから写真撮るときって大体こういつもの自分でいなきゃなってこう思うから、大体コンタクトだな。メガネでね、あのお休みの日は過ごしたりするよ全然。うん、メガネがね楽だよね。目が痛くなることもないし。はやてさんいらっしゃい。湿度高すぎて金魚が空間を泳いでるあ、もらってたやつ。そうだよ、もうここも湿気でやばいですから。え、のり、相手が京都の、京都なんだ。相手京都なんだ。あら、京都勢は68年ぶりの優勝だって。ここもすごいじゃん。どっちが勝ってももうめちゃくちゃすごいじゃん。熱っ、激熱。ライジンさん、ネイルさん、キンゾープイさんありがとう。ポップマスターさん、金魚ありがとう。ムラチン、パチパチありがとう。大勝ちありがとう。浴衣着たいな、また。ポップマスターさん、金魚ありがとう。アントワーヌさん、100キラありがとう。たくさん着ていただき。そうなの、これ本当に可愛くて着心地が良くて最高です、ありがとうね。ポップマスターさん、黄色花火だ、ありがとう。ペリーさんいらっしゃい。あ、いっぱいありがとう。ポップマスターさん、のり、お疲れありがとう。ポップマスターさん、金魚ありがとうな。菜の葉さん、菜の葉ちゃんありがとう。うれぴーです。のりふるありがとう。ゲーセン9台すべて満席で、1時間かけて別のところ行ったのでボロボロで、ワイも励ました。お疲れ様、本当に。え、そんなに人気だった、今日ファイトクラブ。そうか。志賀さん、 GTR さんいらっしゃい。わ、ありがとう、秀幸さん。もうそんなにいてくれてんの。7777投票だって。ありがとうございます。すごすぎるよ。次の目標でかっ。ボブマスターさん、金魚ありがとう。あ、大工さん、ありがとう。100キラ210、たくさんありがとうです。告知はちょっとまだできないことが多いんですけど、今年の夏のうちに新しくスーピーズという名前で音楽ユニット活動をすることになりました。もうちょっとで夏始まりそうなんで、はい、X フォローしてお待ちいただけたら嬉しいです。 X に告知などたくさんしていきますのでよろしくお願いします。はい、あとは近日中のは大丈夫かな。麻雀ファイトクラブの選抜投票戦という、投票選抜戦かなに今年から参加させていただいておりまして、皆さんのたくさんの投票のおかげで現在2位でございます。そして昨日なんと200万投票を突破したみたいです。本当にありがとう。9月16日まであるんですけど、スマホやパソコン、全国のゲームセンターなどで遊べますので、ぜひプレイして投票していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。麻雀格闘クラブって書いてファイトクラブって読みます。お願いします。 T 赤さん、レインボースターありがとう。プニョプーさん、バラありがとう、ありがとう。ブレイブさん、パチパチありがとう。雪玉さん、リンシャン解放。あ、
あ、甘党さん、そうだよね。すみませんね、ひなで。多分ひなっていうのも届いてるはずなんだけどな。届いてないかな。ブレイブさん、パチパチありがとう。ポップマスターさん、ラブレター。ヨコポンさん、いらっしゃい。42分、あ、オッケー。のび太さん、ありがとう、パチパチ。ポップマスターさん、いっぱい花火だ、ありがとう。ケンフルールさん、ありがとう。すごい、ヤマピー役満の嵐じゃん。ローマジユタさん、金魚ありがとう、ありがとうね。あ、星花火とありがとう。夏休みの宿題最初に全部やっちゃう派、偉いね。なんかすごいさ、量が多すぎて途方に暮れちゃうんだけど、なんか序盤に終わらせようとしてもちょっとずつなんかやっていかないと。AI に謝罪文バレたら火に油ね、それダメだよね。オカムさん、100キロありがとう。AI にひなほの歌作ってってリクエストしたら、なんとも微妙な作品が出来上がった。嘘。ひなほの歌ってどういうこと？あ、そのなんかいろいろ詳細を書いてってこと？すごいな、そんなことできるのか。いや、そうだよな、のあちゃん、恐ろしいよ AI って。いっちゃんさん、いらっしゃい。まささん、100キロありがとう。お、ありがとう、よしんこと。ロポンさん、いらっしゃい。野球小僧さん、いらっしゃい、ありがとう。視力いくつ？視力はね、 0.06 ぐらいかな。 0.1 はないかも。ちょっと悪めですね。ボブマスターさん、金魚ありがとう。なおさん、ふありがとう。俺の音楽赤、すごいねあ、それ流してくれてるのあ、そうなのか。いや、もうちょっとで出るはずなので。金ちゃん、やすすすさん、いらっしゃい。私は高校3年間コンタクトしてたけど、どうしても異物感が抜けなくて。あ、そうなんだ。コンタクトしててからメガネになったんだね。結構乾きやすかったりしたのかな。あとさ、ハードコンタクトがさ、一回だけ入れたことあるんだけど、もう絶対に無理だと思ってやめたんだけど、めちゃくちゃ硬いというか、ゴロゴロするよね、ハードコンタクトって。ハロランさん、いらっしゃい。一日メガネしてると鼻に感覚が残って、あー、ここね、確かに後もつくしね。確かに。はるか猫さん、のりまきさんかな、ありがとう。ムーランさん、いらっしゃい。ハロランさん、金魚。マサさん、ふる、ありがとう。もぐらが見ていたうどビリショー。マンポンさん、いらっしゃい。フジモンさん、おかえり、おかえりなさい。今日もまさか、今日もまさか。ウルウルさん、ありがとう。ヨコポンさん、あ、ありがとうね、ありがとうね。リンシャン解放聞いてくれて。島城さん、いらっしゃい。わ、そうか、ボーナスの日はいつも満席なのか。そうか、そうか、いつも
そう、座ってからもね、なかなか開くことがないよな、長い間。あれだから、アーネストリーさんありがとうです。のり、告知今日もありがとう。あおちゃん、のんびりしたいねんさん、ありがとう。借りたお風呂ありがとう。やわさはさん、金魚ありがとう。小太郎さん、ハロランさん、金魚ありがとう。ハトのよしさん、ありがとう。すごいね、アネストレさん。2002年の初代機からお世話になってます。2002年からやられてたの？大長老じゃないですか。すごそう。あのアカウントとかも。花からさん、森さん、ありがとうございます。ローマ字のローマ字よしさん、パチパチ。ダイスさんもありがとう。サノピアノさん、いらっしゃい。ゆきさん、お疲れ様。今日も夏休みの宿題、家族行事。何？家族でやってるの？ハードコンタクト。そう、なんかゴミ入ってるみたい。ゴミっていうか、なんか異物入ってる感がすごいよね、ハードコンタクト。ラインボーンさん、おたばやしさん、いらっしゃい。のり、ありがとう。タコ花火。ゆきさん、ハルポン TikTok 見てくれた？そうでしょう、よかった。ハルポン、あれありがとう。ようちゃん、明日もゆっくりできそうだわ。ちょっとさ、明日できればお肉焼きたい。お肉配信したいです。もう一個あるので、ちょっとみんなからもらってる飛騨牛かな、飛騨牛のイチボとランプ焼きたいので、ちょっとまた告知します、できそうだったら。マシャマシャさん、いらっしゃい。あ、ローマ字マサさん、ハードコンタクト勢ですか？慣れよって言ってる。ソフトは多少のホコリでは痛くならないから、逆に目傷つきやすい。あ、そうなのかな。確かハードコンタクトってちっちゃいよね、ソフトコンタクトレンズより。マシャマシャさん、マヨネーズとケチャップさん、ありがとう。サムさん、ありがとうです。今日もそうなの、やっとお肉できそうかも明日。ハーブ侍さん、ありがとう。花火爆弾、最初の肉配信、あ、入院中で見れなかった。そうだね、でも明日はさ、すき焼きとかじゃなくて、ほんとステーキって感じだから、ちょっとキッチンで焼くところをね、配信したりとかして、で、まあこっち戻ってきて焼いたりしようか、食べたりしようかなって思ってます。また言うね。はい、あ、ちょうど12時なんだけど、ちょっと音もあるので飲もうかな。今日のお供もなんかタンパク質あんたムキムキになるのってくらいさ、最近タンパク質の飲み物飲んでるんだけど、キャラメル、あ、キャラメルスムージーだって。美味しそうじゃない？めっちゃ、なんか朝に飲んだらいいのかな、こういうのって。寝る前なんだけども、そう事前にね、解凍し、なんか調べたらね、でも解凍しなくても焼く場合は大丈夫って書いてたんだけど、一応でも解凍しようかなと思っております。まあ、冷凍庫から冷蔵庫に移してみたいな、しようかな。はい、では飲みます。はい、では夜遅くにありがとう。お供乾杯。おやすみ。やばい、飲むキャラメルなんだけど。
もうなんかコテコテコテでちょっとめちゃくちゃ吸い込んだら出てきてくれる感じ。うん、あでも美味しい。ちょっとなんか焦がしてるみたいな味する。あビターキャラメルだってやっぱり。うん、とにかくクリーミーだね。トロントロンですな。これはファミマです。メロンパンさん、グラッチェグラッチェ。美味しいよ。すごい、タピオカ入ってないよこれね、これすごい美味しいよ。ちょっと甘めだから、甘いの好きな人めっちゃいいと思う。これよし、じゃあちょっとランキング見していこうかしらね。あと私あるわ何？そう言われるとちょっとムキムキに見えてきたやばい、ムキムキの階段登っちゃってる私。やばいやばい。でもちょっと筋肉つけたいね、それはある。はい、では13位からいきます。13位、シムさんありがとう。シェイ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 バージャーハオ、センキューありがとうたくさん。12位、おノブさんありがとうございます。誕生ありがとうございます、嬉しい。11位、あブラッチありがとう、嬉しいです、たくさんありがとうね。10位、おひでゆきさんありがとう、ありがとうございます。ひでゆきさん今日も誕生だよ。9位、あ虹色さんありがとう、お疲れ山ヒーハー。8位、テストさんありがとう。テストさんコメントも今日もありがとうね。ラッキーセブン、おハーブ侍さん今日はいい日になるぞーい。ラッキーセブン、いつもいっぱいいただいてありがとう。6位、ワンガンさんだ、ありがとうワンガンさん、お疲れ様、たくさんありがとうです、いただき。そして5位、ローマ字のマサさんありがとうございます。夏休みの宿題はちゃんとするんだよそして4位、おがこさんありがとうございます。おがこさん今日もたくさんいただきありがとうでした、おやすみ。そして3位、あぼん、おさぴーさん、おさぴーさんありがとうございます。3位だ、めっちゃいただきありがとう。そして2位、あぼん、わたまくさん、いよー、ありがとう、2位です、めちゃいただいてる、たくさんありがとうね。そして今日の第1位、あぼん、ポブマスターさんありがとう、1位だよ、すごい、たくさんいただきありがとうございます、ありがとうありがとう。はい、ということで、おすごい、4215盛り上げ。今日はちょっと横髪見せとこ、はい、たくさん盛り上げてくれてありがとうございます。毎日夜10時半ぐらいから配信しておりますので、ぜひルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとうございました。ではちょっと最後に眠りソング歌って終わろうと思いますので、リクエストお待ちしてます。リクエストタイム、よーい、あぼん、スタート。よっこらよっこら、わあ明日どうしようかな。お肉焼くからね、ちょっと早めからできたらいいんですけど、まあでもそんなにね早まりすぎない感じにしようかな明日。うん、なだそうそう。
手紙、お肉食べようの歌、世界の約束、お肉焼いちゃって、お肉それ歌うなら明日じゃないあと歌えのような覚えとかんと。手紙、星座になれたらいいね、星座になれたら。世界の約束いっぱいだ。恋さんね、恋さん。手紙、糸、聞いてるうちに寝ちゃいそうな紅。歌界で一番難しいんじゃないそれ、そのお題。部屋とワイシャツと私いいね。なんでもないや、星座になれたら。お、多いね。お料理更新曲、懐かしい。長い間、あー暗闇覚えたいんですけど。めっちゃ素敵な曲だよね、 STU さんの。ミレイさんで何か、花水木、揺れる思い、366日、筋肉マン、トイレの神様、君知ら。うわーどうしよう、悩むわ、悩みますわ。私もう一個、もう一個なかったかな、もう一個あったよな、ありました。じゃあ、じゃあ今日は最近ね見た映画で、わやっぱめちゃくちゃいいわって思ったこの曲を歌いたいと思います。聴いてください。星座になれたら、何億光年離れたところにはもう
というアニメより星座になれたらでした。ボッチザロックの結束バンドより星座になれたら、ありがとう。みんな映画見に行ってみそ。ちょっと後編なんだけど今やってるの前編も見てみそ。めっちゃ良きです。お、虹色さん、ワンダーさん、ブラボー、ありがとう、ブラボー、たくさんありがとうでした。ローマジヨシさん、ミラボー、ありがとう。ロッピーさんもミラボー、ありがとう。ありがとうね、たくさん。ハープ侍さん、テストさん、わさぴーさん、ひでゆきさん、ゴエモンさん、ハーブ侍さん、ありがとう。テストさん、セントちゃん、ありがとう。ほい、それでは遅くまでありがとう。また明日ね、おやすみ。